オーストラリア人男性が聞き取りづらいでプール、そうそうそう、基本的に母音がもうちょっとシュッとしてダイダイ、ちょっと違うんですけど、手話の音がすごい多いんです、はい、トイック教材チェックしてみてください、はい、言ってますよ、オーストラリア人の人は。はい、では始まりました、モチーチャンネル。さあ、今回はですね、アツさんにおいでいただきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、アツさんといえばやっぱりオーストラリアなんで、はい、今回はですね、オーストラリア英語の発音についてちょっと聞きたいなと思ってやっていきましょう。はい、トイックですね、やっぱりオーストラリア人男性が聞き取りづらいっていう声がすごい多いんですよ。うん、まあなんかボソボソ喋るし、音質悪いし、音質もう何言ってるか分かんないし、早いしみたいなのが来るんですけど、うん、ですよね。オーストラリア英語って別にボソボソで早いっていうわけじゃないですよね。うん、やっぱ特徴がねあって、普段慣れてる英語とちょっと違ったりするんで、それで聞きにくいって思うことあると思いますね。そうなんですよ、ね、私もなんか最近オーストラリア人のこの音声学のすごいエキスパートがいまして、でその人にオーストラリア英語の特徴とかを今でも勉強してるんですね。なるほど。でそれで最近結構知識が体系化されてきたんで、はいはい、まあ、皆さんオーストラリア英語トイックとか聞きにくいなって方にいいアドバイスができたらいいなと思います。ぜひぜひ、そのインプリシットだったものがエクスプリシットね。そうですね、ですね、はい、じゃあちょっと聞いていきたいと思います。やっていきましょう。じゃあまず一つ目、はい、すごい聞きにくくしてる要素が、はい、A っていう音が結構あるんですけど、はいはい、A、例えば場所どこのっていう、はいはい、where っていう言葉ってどうやって発音しますか、はいはい、where where って言ったと思うんですけど、ね、はいはい、あれがオーストラリア英語だったら where になっちゃうんですよね。 where where, where で、あの air の音は全部 a って a の長母音に変わっちゃうんですよね。へえ、 where、 そうだからあそこは何て言いますか、 there ですよね、はい、それが there ってなっちゃうんですよ、ね、ああはい、オーストラリアっぽい。そうそうそう、もう聞くと、ああはい、Let's go there there ってなっちゃうので、それが聞きにくいかもしれないですよね、はいはい、ちょっとトイック教材チェックしてみてください。言ってますよ、オーストラリア人の人は。だから親とかも parent じゃなくて、はいはい、parent っていう parent いう人も結構いるし、はいはいはい、あとはエリア、はいはいはい、あれも areaAreaとか、Area、そう、L と R を聞き分けられない日本人はエイリアンだと思っちゃいます、ね、確かに確かに、そういう風に聞こえますよね。階段もStairsだし、ああ、Stairs、ああ、Stairs、Upstairs とか、Go Upstairs とかになっちゃうし、だから Air が A になっちゃうのは、うんうん、ちょっとそれを変換できるようになったら聞きやすくなるかもしれないですね。なるほど、うん、これは良かったんじゃないですか、多分初耳の人多いと思います。これ一つ目、へーへーへーですよ。懐かしいな。じゃあこれ一つ目ですね、はい、じゃあ二つ目なんですけど、はい、あのなんて言うんだろうな、ニョロニョロの発音記号ありますよね。ニョロニョロの発音記号、ニョロニョロさんみたいな、それです、それです、そうですね、はいはい、で例えば第一のとかなんて言いますか、 first、 ね、それが first みたいになるんです。 first っていう、そうそうそう、 first なるんですよね、はいはい、だからそれがちょっとなんかこもってる音になるんですよね。あ、はい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 、はいはい、だから仕事は work が work になるし、 first workPurse。 ああ、そうですね。アメリカで手提げカバンですね。で、R がないじゃないですか。はいはい、そうですね。そう。で、オーストラリア英語基本的にそのアクセントのある R 以外は消えちゃうんで、はいはい、例えばコンサートとかもコンサートになるし、はいはい、R が消えちゃうので、うんうん、なので work とか working とか言われるとちょっとんってなるかもしれないですね、はいはいはい、そうですね。働くと歩くが分かんなくなっちゃう人も多いですもんね。ああ、なるほどね。まあ、オーストラリア英語のちなみに歩くは walk で、はい、普通に O なんですけど、はいはい、結構口を閉じ気味で、はい、アメリカ英語だと walk なんです。そうなんですよね。聞くなんですね。だからこれはオーストラリアの方が分かりやすいかもしれないですね、はいはい、さっきのその U の部分はちょっと気持ち悪く感じるかもしれないですけど、はいはい、walk とか例えばボールとかボールだし、はいはいはい、アメリカ英語だったらバールとかになっちゃうじゃないですか。だからアの音になっちゃうんだよ、アメリカ英語、はいはいはい、逆にそれはアメリカ英語の方が、なるほどなるほど、日本人的には聞きにくいかと思いますよね、うん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 、確かにそうですね。医者とかドクターですね、がドクターですし、あ、はいはいはい、ドクターって短くなるんで、うんうんうん、母音がまず短い、基本的に母音がもうちょっとシュッとしますよね。シュッとしてる、あ、なるほど、母音がシュッとしてて、うんうん、シュッとしててこもってるこ、まあ、こもってる音多いですね。ワークもそうだし、ちょっともう一個こもってるのあるんで、じゃあ3つ目で、はい、
いくと手話の音がすごい多いんですよ、はい、オーストラリア言って、はい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 、で例えばイコノミストって、はい、イカなんですか。ああそうですよね。だけどオーストラリアだったらエコノミストってなるんです。エコノミストで、はいはいはい、これってエコノミストって母音2種類しか入ってないんですよ。あ、なるほど。だからイコノミストのコの部分がコになってて、まあアメリカ英語だったらさっき言ったように、はい、あーになってるんですけど、はい、オーになってて、あと全部母音は、はい、シュワになってる。へぇー、あ、お、う、う、なんですよ。はいはいはい、あ、こ、な、ま、す、わぁー、あ、お、う、う、になってて。なるほど、ね、そうそうそう、だからこうやってシュワが多いんですね、うんうんうん、で、最初の部分はイっていう人もいるんですけど、はいはい、イコノミストっていう人もいるんですけど、うんうん、こうやって文頭がうになる人は結構多いですね。だからこもって聞こえるのかもしれないですね。ボソボソ言ってるように。そうそうそう、だって全部う、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 うって言ったらやっぱりうはやっぱり曖昧母音なんで、うんうんうん、これがオーストラリア相対的に多くなっちゃうんで。なるほど。そうなると、そうですね、手話になったら早くもなりますし。そうですそうです。あのボソボソして早く聞こえてるように感じてるのかもしれないですね。 それで、そうですそうです、うんうん、だからディベロップメントとかも、はい、デベロップメント、あ、デ、ほうほうほう、そう、デベロップメントになるんで、デの部分以外は全部手話になっちゃうんで、あ、デベロップメント、そうそうそう、だからそしたらデベロップメント、デベロップメントって言われると、うん、そう、あ、なんか、そういう音、はいはい、感じにはやっぱなりますよね。最初行った時そう感じました。でもいや、でも感じないんですよ。わかんないんですよ、はいはいはい、やっぱすごい、っていう音が多いって確かに言われたそうなのかもしれないけど、気づかないんですよね。なるほど。で、最近ちゃんと勉強して、うんうん、あ、だからなんかちょっと違うんだみたいな。なるほどなるほど。そう、すごい分かりやすい部分は、うんうん、ドクターとか、はいはい、R がなくなるとか、うんうんうん、そういうのは分かったんですけど、なかなか自分でそこまで気づけなかった部分はあります、ね。なるほど、それは面白いですね。面白い。でも、まあ、確かに発音の違い面白い。今オリンピックねやっててメダリストたちめちゃめちゃ YouTube やってるんですね。あ、そうなんですか。めちゃくちゃやってるんで、やっぱいろんな国の見てるんで。はいはいはい、なるほど。面白いですね。イギリスだったりオーストラリアだったり、ね、ニュージーランドだったりみんなやってるんで。違いますよね。超面白いです、聞いてて。 Fast とか速いとかも、速い、 Fast って言って、うん、あの超音になるし、うん、であれもイギリス英語の方が喉の奥から出る感じになって、オーストラリアはもっと日本語のあをそのまま伸ばしただけ、はいはい、と、ほぼ一緒らしいです、音声学的に。 Fast、 そう、 Fast、 そう、 Last とか、はいはいはい、最後のとか Last Minute とか。おお、こんな風になってるわけですね。そうなんですよね。だから minute も今の last minute っていうのも minute、はい、じゃなくて minute なんですね。ED の手話みたいな。last minute。そう、last minute。そうそうそう、そうなるんですよね。なるほど。だからその辺が分かりにくいですよね。なるほど、そういうので実は聞こえてたかもしれないですね。そうですね、だからその辺を慣れてくれば、うんうんうん、うん、聞きやすくなるかもしれない。なるほど、これは良かったんじゃないですか。はい。ちなみにオーストラリアでビビった単語とかあります？そんな風に言うの？オーストラリアでっていう、まあ、僕はレモネード。ああ、行ったことあるんでしたっけ。ああ、あります。あ、そうだ、レモネードあれですよね、スプライト、スプライトああいう飲み物のこと。 でもスプライトの缶をちょよく見ると、レモン乗ってるんですレモン乗ってるんです。そうなんですよ、ね、レモネードって言ってスプライトが出てきた時に注文間違えたんだと思うんですよねそうですよね、うん、確かに。あれは衝撃でした。まあ、まあ、まあ3週間のバスのツアーなんですけど、いろんな国の人たちと乗り合いで行くツアーなんですけど、はい、言われましたかね、そのガイドがいるんですけど、うん、レモネード違うから、レモネードじゃない、違うから、これは違うぞ。あとはコーヒーのこと、はいはい、ロングブラックって言ったりとか、ロングっていうのはカクテルとかでもロングって言うじゃないですか、はい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 、あれのロングで、エスプレッソをロングで割ってる、だからアメリカンなんですけど、はい、それをロングブラックって言ってショートブラックにするとエスプレッソなんですよね、はいはい、とかそういうのありますよね。どういたしましてのことを No worries って言うんですけど、あ、はい、No worries、 そう、はい、それを worry の部分がアメリカ英語だと worry、 そうなるんですけど、このとんがりマークあるじゃないですか、はいはいはい、あれになるんですよね。わ、そう、わ、 worries になるんですよ。 worries、 No worries になるんで、 No worries、 そうとか、そういう発音違った、いや、もう無限大ですね。そうですね、違いは。トイ君、オーストラリア人には結構クリアなんじゃないですか。そう思います。僕も全然、ね、農場的な人たちのオーストラリア英語も全く分かんなかったです、はいはいはい、それは多分私でも厳しいんじゃないか。3週間その行って、その農場で泊まる時もあるんですね。うん、あ、そうなんですね。そこで本当に何言ってるか分かんなかったですね。いや、アメリカでもそうですけど、田舎の方に行くと、あ、そうですね、なんか母音とかもねみたいになってくるし、
同じようにすごかったですね。すごいですね。くらいない、あいよーっていう人形を持ってます。え、何ですかそれ。くらいない、あいよーみたいな。っていう人形。人形。どこで買ったんですか。オーストラリアで。くらいない、あいよー。それもありますよね。あ、それもいいやつですね。だからマイチって言いましたけど、はい、いや、エイの音がアイになるんですよね。はいはいはい、で、あれはアイだと思ってる人は結構多いんですけど、はい、でもアじゃなくて本当はあの後への中間音なんですよね。はいはいはい、アイなんですけど、アイの距離です。そう。そうですね。だからハバグダイってよく言ってますよね。アメリカ人とかもバカにしながらハバグダイじゃなくてダイなんですよ。ちょっと違うんですけど。愛に聞こえるっていう感じですね、うん、そうですね、これは有名ですね、はい、マイクとかそう、メイトもいっぱい使うんですよね。メイトは結構、Hey, Mate っていうのは使いますよね。アメリカでは使わない表現なんで、うん、3週間のツアーの中で名前わかんないとマイクって言うんで、確かにコロンビア人が一人いて、名前わかんないですよ、マイクって呼んでたんですよ、みんな。はい、マイク。なるほど。これは面白かったんじゃないですか、ね、はい、はい、ちょっと参考にしてみてください、はい、頑張ってください。ぜひこのアツさんのね、チャンネルもチェックしてね、オーストラリア英語をマスターしてもらえるんじゃないかと思いますので、はい、ぜひ見てみてください。はい、はい、お願いします。朝においでいただきました。ありがとうございました。